アールズミュージアムへようこそ。館長兼案内係のうぷ主もめんです。本日はご来館ありがとうございます。うだるような暑さが続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日もどうぞごゆっくりご覧くださいませ。今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょうか。本日ご覧いただくのは、機体番号28、R9D の波動砲ユニットの出力アップを目的に開発された機体です。こちらが機体番号28、R9D2、モーニングスターです。R9D の波動砲ユニットの出力アップを目的に開発された機体です。リアアームバーに青4機増設したことで、安定性が向上し、波動砲のチャージ量が増加しました。ただ、長距離射程機の開発プロジェクトの流れが、R9D シリーズから R9DH シリーズへ移行したことにより、本機への開発予算は大幅に削減。その結果、波動砲以外の武装は強化が見送られることになりました。それでは R9D2 の兵装について見ていきましょう。R9D2 の兵装一覧はこちらになります。圧縮波動砲2、ディフェンシブフォース、シャドウビット、ラウンドビット、シールドビット、爆雷、誘爆ミサイル、スペシャルウェポンはヒステリックドーンとなっています。では波動砲から個別に解説していきましょう。圧縮波動砲2は、圧縮波動砲の上位バージョンです。照射時間が長くなり、トータルで敵に与えるダメージ力がアップしています。圧縮波動砲よりもやや幅広になっており、小型、大型バイド、どちらにもさらに対応がしやすくなっていますね。持続してダメージを与え続けられる点は変わっていないので、小型の敵は投げ払い、ボスには一点集中で攻撃したりと使い分けられます。次にフォース。モーニングスターのフォースは、ディフェンシブフォース。長距離射程機体の近距離防御能力を補うために開発されたフォースです。フォースシュート時は、上下に弾を発射します。至ってシンプルで、フォースシュートで敵を殲滅する目的というよりは、機体に装着する使い方がメインと言えますね。赤、青、黄色レーザーは、ツインレーザー、着弾分散レーザー、ディフェンスレーザー。全体的にシャープなレーザー揃いとなっていますね。それでは個別に解説していきましょう。赤はツインレーザー。前方に2本の赤いレーザーを発射、敵にヒットすると、2本のレーザーが交差します。ラウンドビット装備時は、ビットからもレーザーが発射されます。シンプルながらも威力は高く、殲滅力のあるレーザーとなっています。青は着弾分散レーザー。前方斜め上下に青いレーザーを発射、レーザーは地形に当たると、一定の距離反射します。反射時に飛び散るしぶきのような部分にも判定があり、接射時には上下と反射分のダメージが入ります。黄色はディフェンスレーザー。黄色いレーザーを前方に発射、レーザーは敵の上下に位置すると破裂し、上下に進行方向を変えます。変則的な軌道ですが、上下方向に敵を探知してくれるので、防御面でも安定したレーザーとなっています。次はビットの解説に参りましょう。モーニングスターが装備できるのは、シャドウビット、ラウンドビット、シールドビット。シールドビットが加わり、防御が強化された形ですね。ラウンドビットは最も基本的なビットで、敵に当てることで直接攻撃が可能です。使用中のレーザーによっては、ビットからもショットを発射できます。小型ミサイルなどの敵弾を防ぐだけでなく、
フォースやレーザーで攻撃できない場所から出現する敵を攻撃する手段としても使えますね。シールドビットは、機体の防御性を補うために開発された補助兵器です。フォースと同程度の敵弾防御性能を持つビットとなっており、ラウンドビットでは防げなかった砲弾も防げるようになっています。他のビットと比べて、カバーできる範囲が広いのも特徴ですね。シャドウビットは、射撃性能を犠牲にして、エネルギーを常時ビットから発散させ、触れる敵にダメージを与えます。移動時に発生する残像にも攻撃判定があるという、敵への直接攻撃に特化しているビットですね。お次はミサイル。モーニングスターが搭載できるのは、爆雷、誘爆ミサイルとなっています。長距離射程シリーズはこちらの組み合わせが基本のようですね。爆雷は真下に投下される爆弾です。シンプルな動作ながら、敵に接近した時の連続投下性能に優れています。さらにパワーアップすることによって、連続投下性能がアップします。誘爆ミサイルは、前方に向かって投下されるカプセル型のミサイルです。障害物に当たると破裂し、敵にダメージを与えるエネルギー体を撒き散らします。対地レーザーのように、地形に沿って進むのも特徴的ですね。最後にスペシャルウェポンの解説です。モーニングスターのスペシャルウェポンは、ヒステリックドーン。画面全体を包む赤い光が、そのまま伸縮を繰り返す帯状のレーザーに変化。画面全体に出現する敵を、約4秒間にわたって攻撃し続けます。以上でモーニングスターの解説は終了となります。圧縮波動砲をパワーアップさせ、長距離射撃を突き詰めた圧縮波動砲2はやはり最高のロマン。波動砲の威力と射程距離の両立を目指しただけあり、とてもバランスが良く、遠距離から敵を射抜くという悲願が形になっていますね。後ろに大きく伸びた4本のバーニアがまた特徴的で、さらに長くなった砲身と絶妙なバランスで、均整の取れたデザインに仕上がっていますよね。爽やかなブルーのカラーリングが美しく、まさに明けの明星の名を体現した機体だと思います。いやー今回のモーニングスターも、実に良かったですね。特徴的なバーニアと、長い砲身がかっこいい。さて、前回もご意見ボックスに、たくさんの投書ありがとうございました。普段は波動砲で狙撃、通常時はレーザーで近距離戦って設計なんだろうか？いや、あくまで前衛は他の機種に任せて、ひたすら狙撃する機体だと思う。ディフェンシブフォースはあくまで保険じゃないかな。コメントにもありますように、ディフェンシブフォースは、長距離射程機体の近距離防御能力を補うために開発されたフォース、となっているので、R9D 系列は、遠く離れた場所から敵を狙撃する運用が前提だと思われます。万が一敵に接近された場合に備え、機体を守るためにディフェンシブフォースが装着されているのではないでしょうか。とはいえ、ディフェンシブフォースのレーザーがとても優秀なので、近距離でも十分戦える機体になっていますね。タクティクスの方では、さらに後方支援機という仕様になっているので、敵に接近されるととても大変なことになりますね。おや、移送次元云々はなし？当館では、他シリーズと混同しないよう、R タイプファイナルをベースとした解説とさせていただいております。補足として多少他シリーズ作品での仕様等を付け加える場合もありますが、機体の仕様解説自体はファイナル準拠となっています。ご容赦ください。ヒステリックドーンの R タイプデルタ版の仕様については、R13A、ケルベロスの回に解説予定ですので、楽しみにしていただければと思います。それではそろそろ出口へご案内いたしますね。当館の宣伝、誠にありがとうございます。スポンサーの皆様のお名前を、こちらに貼り出させていただきました。188名のスポンサー様。アールズミュージアムへのご支援、ありがとうございます。いつもたくさんのスポンサー様に広告していただき、当館もとても賑わっております。皆様のご支援が、アールズミュージアムの糧となります。コスモスの発売、楽しみですね。本日はいかがでしたか？
R 戦闘機の歴史と魅力に浸る時間をご提供できていたら幸いです。それではまたのお越しをお待ちしております。本日はご来館ありがとうございました。